決勝トーナメント第3戦ルーキー VS 元チームメイト対決投げ場以外ここでね、パトミノール我慢しているマックスキを誘ってカバリカバリ、そしてクラゲ真上から OK! うまい元、ジャベズライ中段読みだったが、ここは足払いの選択肢キッチンプラでまず一本選手は5度ロッピーサトリだったがいやいい3番でちゃんと直下逃げからワットアウトガーガーも取れたことだったがここは外の選択肢はバディロッピーで髪を押してここでですよねロッピー、いいロッピーで右手差しに再びどうなる飛ばし落として起きてよデートアグで準備立ち回りからデートワンベッドここで体力逆転なかなか制定できないホテが追いかけるジャンプで抜けれる6位2発当たらないここはスパイクもう展開が早いアンジャッカーここで狙いすかしは魚カウンタージャッキリちゃんと魚を重ねてきましたこの選手に最後の魚勝負に行ったけど回り回り先にダウンを取ったらボトモデルにウィリッパーダメだあーよく知ってるロッピータッピーどちらでも OK の暴れさあだからエラスト奥手目が取れないものじっくりがでかい泡から最高台立ち回りになるここでダッシュ投げ様子見しがちになってしまうテイクダッシュレースの着地を